あんなに青い綺麗な部屋が瓦礫の山でいっぱいになった時は唖然といたしまして天を仰いでいました。すべて完成した有様を見た時には本当に地域の農業者はもとより私どもも一体この復旧には何がかかるんだろうかと途方に暮れる思いでありました。被災地の復興なくして日本の再生なし、その未来への責任を私は総理大臣として果たしてまいります。水産の復旧はとても早くてですね、震災前の水準にいち早く回復いたしました。全然美味しい。地域のお母さん方の仕事だったり生きがいだったりを作っているプロジェクトです。陸前高田の新規創業率は全国の市町村で続いて第2位です。小さなスモールビジネスですけど生まれてるんですよね。津波が来てしまった時にこの木より上に逃げてもらうことで命を守ろうというような趣旨になっています。この3年間で30回近く被災地に足を運んできました。被災地の皆さんのふるさとへの情熱、それが大きな力となって復興は確実に前進しているのです。被災地を訪問するたびそう強く実感しています。被災地の皆さんの熱い思いを私たちはこれからも全力で応援してまいります。